現在私どもではですね、年金と、収入との調整ですよね、そういった仕組みでもって年金が停止になって困ってらっしゃる経営者の方、限定で、この年金停止対策ですね、そういったことをお手伝いをしております。報酬が高い経営者の方でも、役員報酬の年間総額は変える必要はないんですけれども、報酬の支払い方だけをね、変えていただければ、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただくようなことができるようになると、こういう情報です。ご関心がございましたらお問い合わせください。